主材名人位決定戦は、日本主材連盟が主催する、主材会の最高峰を決定する主材の協議会である。勝者には、主材名人の称号が与えられる。1、予選前回名人を除く参加者で次の順で7種目を、制限時間内に行い、1種目100点満点で、採点し700点満点の合計点の上位31名を選ぶ。 問題の程度2.2回戦以降、上位15名と前回名人の16名によるトーナメント戦1問題の程度は予選問題の後半型の問題が7種目あり、問題数や制限時間、競技方法が異なる。2競技の進め方本大会において3期連続で名人位を獲得し、本人の申請があった時は取材衛生名人の称号が与えられる。現在のところ、 以下の選手が、主残衛生名人くらいである。なお、土屋弘明も、主残衛生名人位を与えられる資格があるが、さらに挑戦するために、衛生名人位を申請していないため、授与されていない。15代主残名人位決定戦16代、主残名人位決定戦17代主残名人位、決定戦18代主残名人位決定戦19代。 主残名人位決定戦20代主残名人位決定戦21代主残名人位決定戦22代主残名人位決定戦ありがとうございます。